ほんと謎だよな、ザビーダは。うん。面白天族ってことは分かったけど。言葉も行動も読めなさすぎる。ライラ、あいつのことを教えろ。教えろと言われましても。ヒョウマ狩りのザビーダ。噂はよく聞く男だ。ヒョウマとの戦いが目的らしいが。エドナも知り合いだったんだろ。微妙にね。あいつ時々レイホルクに来るのよ。何が目的かは知らないけど。結局謎天族ってことしかわからないね。そういえばデゼルとザビーダって戦い方似てるよな。そこに何かヒントが。知るかよ。俺の技は俺が磨き上げたものだ。わかった。くそ、なぜ俺はあいつにこんな。崩れてるな。俺たちには関係ないだろ。けどこの高さだよ。無理して登って途中でどうにもならなくなると最悪なんじゃない？だよな。外周階段の狭い足場でさっきの氷魔に襲われたら危険だしな。塔の中が見たいだけでしょ、この遺跡オタクども。ちゃんと入り口から入りましょう。石像？あくまで擬態だ。だが、実力も本物だ。金属製を使用するのは、この形で全部滅線。どういうことだ？そうだぞ！どういう滅線？全部滅線！雷切り！ハグはエンド！ハグはエンド！どうはら全部滅線！一点突破！どうはら全部滅線！一点突破！今のはなかなかだったんじゃないか。ニクリアローゼ、俺がやる。より格闘術が多彩な氷魔だ。よく見てかわせ。近くでかわすのはすごいプレッシャーだ。終われない。終わせない。風の風が無料になるクラッシャー。遠隔に水の刃焼き込ませ。汚れを払い、加護を求めていこう。ネジストエイド。無意に溺れたら知らないぜ。水殺し。水神将来。攻撃力が高い。させるか。防御を下るな。補給の注意だ。させるか。貫き果てよ。負けし天皇。守りに溺れたら知らないぜ。うがつは幕は託人。幕は渦潮。魔神剣そうだ。狙い撃つ。爽快の発電。巻き上がれ。幕は渦潮。
油断できない。遺跡だな。まさに試練場だね。こんなものが試練か。ぬるい。ウェンディは風の霊力が特に強い氷魔だ。ああ、もう風ってやつは迷惑でしゃあないわね。術以外でも竜巻などを発生させてきますよ。集中攻撃よろしく。できない相手だったな。強敵でしたね。体勢を整えましょう。
うまでもない。集中攻撃よろしく。油断できない相手だ。お願いエドナ。神宿さあれ狼あれさあれさ生き残るのが優先だ。こんなとこ同志以外は進めないよな。塔そのものの利用が人の信仰対象なんだろ。それが生贄の伝承と交わって身投げの舞台となったのか。そんなこと誰も望んでないと。みんな任せろ。エアプレッシャー知ってただろ。分かってる。集中攻撃よろしく。やばい。ボイスメイド持続性を聞きます。お任せください。あとは決闘見つけましょう。ハグはエンダーという一面で終わらせたい。ハグはエンダーという一面で終わらせたい。1点突破。無双だ。焼き切る。神器解放。ラストリー。ベニの勝利。1点突破。届け。神器解放。ラストリー。ハグはエンダー。血を沈みにやれ。ラセット。有効だ。ダメが同じ兵馬の大軍だった。守りに溺れたら世話ないぜ。お湯攻撃。焼き付けて全部熱戦。
演武両乱ブレイズフォーム焼き尽くせハグは縁談サネオオカミ主の真意あなたオイル攻撃ショーリー俺に溺れたら知らないぜおとなしく眠ってくれシャワードスライズ噛みつくスキル焼き尽くせ守りに溺れたら手はないぜ続いていくよシャワードスライズの真意よし焼き尽くせ演武滅戦リバイのヒントハグは縁談あなたはヒントショーリー何じゃあまいか守りに溺れたら知って戦おう分かってる分かってる畳みかける主の信念拒絶の一戦明日は決闘腐れ狼アベンジャーの剣突破焼き殺せ歩む連絡甘いじゃん今のヒントを切る歩む連絡私はスタミナある方だ。作り完了だ。
くね、その切りもむやつ。風の試練だ。みんな任せたぞ。こういう勝利もおつなものよね。ほんと大活躍ね、その切りもむやつ。風の試練だ。大活躍ね、その切りもむやつ。風の試練なんだな。デゼル、違う返し方しないとずっと続くよ。さて、聞いてくれよ。人生は吸収力、むやみに殴らない。終われない。
生の呪文お任せください。収束だ。そこ貴様クズは縁だ。天才で有力氷魔は一気に攻めましょう。雷切り有限残花お前に行こう。原神いただき小ゆる熱心小ゆる攻撃原神ストレアゆる熱心ハグは縁だ。小ゆる熱心の大活躍ね。その切りもむやつ切りもむからな。デーセルさんありました。ただのフォローだから。竜の中では小さいとはいえ間違いなく本物。
んか。エンデルローラー武器は実際だ。みんな逃げるメタ武器は来るな。ホイール熱陣武器は来る。全部当てるわけ。切り畳みかける。モユル攻撃、新規解放ラスト。よく走ってる。焼き切る。バスは継続。焼き切る。焼き切る。おとなしく眠ってくれ。結構やるな。モユル熱陣の力よ。モユル攻撃、カノンの守り。焼き切る。癒しの力よ。汚れを払い加護を持たせ。レジストエイド。ハグはエンダー。バスは結構払い加護を持たせ。一刀払う。バスは結構一点突破。モユル熱陣、ハグはエンダー。バスは警告。バスは決闘。カノンを守って。いや、ハグはエンド。一刀破断。一点突破。そろそろ宿屋とかで休め。体力を回復しましょう。ようこそ、若き同志よ。お久しぶりでございます、同志ワーデル。久しいな、ライラよ。同志って、この人が？もう数百年も前のことだ。エクセルと同じというわけか。俺たちはそんな話をしに来たわけじゃない。そうであろうとも。若き風の天族よ。デゼルだ。デゼルよ。この塔の存在そのものが試練。頂上へと至ったそなたらはそれを乗り越えたということだな。あとは私の心次第ということになる。なんか含みあるね。入り口で会った兵馬と生贄に関わることじゃないかな。うん、良い洞察だ。さあ頂の舞台へと行くがよい。見せてもらうぞ、若き同志、その腹からよ。
人がいる。あの首なしの兵馬はどこだ。待って、来ないで。なんで生贄になんてなろうとしてるの。もう私は死ぬしかないの。私は人を殺めた。家族を食い物にしていた男を。そのせいで私たち家族は見知らぬ人からも石を投げられ、罵られ苦しむ結果となってしまった。家族の幸せを守りたかっただけなのに。伝承にのっとり、ここで神への生贄として身を投じれば、少なくとも私の汚名は名誉へと転じることができる。それだけが私の救い。私は生きていても苦しいだけ。もう死ぬしかないの。もういい、放っておけ。スレイ、デゼル、家族のために手を汚したことを後悔するだと、おめえを名誉に転じるだと、こいつは誰かに認められたいだけだ。自分は悪くなかったと。何怒ってんのデゼル。怒ってねえよ。兵馬の領域だ。足野郎を止めとけ。オッケー、分かった。出番なしってわけね。お任せしましょう、エドナさん。デゼル、死にたがりがなんで必死にしがみついてる。したことが正しいのかわからない時ってあるよね。確かに一人じゃぐるぐるしちゃったりするし。けど生贄になるから罪を許してって言われても、天族のみんなもどうしようもないんだ。私はせっかく守った家族を残しても何の意味もなくても、やっぱり生贄として身を投げたい。死にたくないです。無様でもあがけ、それが手を汚した者の道だ。偉そうに言ってるけど、俺も仲間によく抱え込むなって言われるんだ。家族がいるんだからさ、一緒に考えればきっといい方法あるよ。はい。だがまだ終わってない。その通りだ。こいつをやっつけなきゃ。噛みつかせたれろ。ケッチャー襲撃。タケア水神社祭神が悪しきを下れ。撃たれ。カシンソーサポートお願い。ハグはエンダー死者の障壁。まずは上部援助にすべきだ。バクは学人一点突破。人を払うライブメーテン。青の4連新規解放ラストリー一点突破。バクは剣道だ。上部援助にない。おゆる攻撃。立ち切れ。そうね、カシ
神召喚神の勇気燃ゆる熱神召喚喝采神召喚我が剣は剣赤き狼に対応せよグランドレーブ燃ゆる攻撃神の勇気燃ゆる攻撃主の神へサポートお願い一点突破！私が決める！
慣れの果てだったか。歪んだ信仰が生んだ歪んだ偶像か。さあもう大丈夫、立てる？あの、もしかしてあなたは同志様？スレイって言います。もしや神、いや天族の方々もそばにおられる？うん、ここにいるデゼルっていう風の天族があなたの命を救ってくれたんだ。余計なこと言うな。ありがとうございます、デゼル様。本当にありがとうございます。私これから堂々と生きたいって言います。私が私自身をもっと信じます。超照れてるし。俺たちまだここに用があるんだ。一人で下に降りられる？大丈夫です。町には辺境巡視隊の方に連れて行ってもらいます。うん、それがいいよ。ほんとよかった。力はもちろんのこと、心、絆も見せてもらった。風の威力を得る資格は十分にある。心、絆だな。デゼルよ、気づいているだろう。その身に脈づいているものに、それは拒絶するものではない。現にお前は言葉なくとも仲間の声を感じ、自ら動いたではないか。ごたくは済んだか、さっさとやれ。仲良くなるのに抵抗があるってわけ？なんで？非常にならなければなせないことがある。お前らもそれは気づいているはずだ。仲間のおかげで乗り越えられるものもあろう。この神殿へと至り、試練を乗り越え、この祭壇に立っていることこそがその証。さあ祈りを捧げるがよい。若き風の天族、若き同志よ、これからの童貞に何が訪れるか、いかなる可能性も想像しておくことだ。この旅路の果てに導き出した光を見失うことないようにな。はい。光など。ではな、同志スレイ。そなたの旅路に光あらんことを。ありがとう、ワーデルさん。どう？バッチリ？うん。何？なんか、ありがとう。は？デゼルさん、無理をなさることはないのですよ。出番は終わったってことかしらね。もうここに用はない。行くぞ。大丈夫ですか？また力に当てられたのでは。平気だよ、心配してくれてありがとう。4つの秘力は揃った。ヘルダルフに対抗できるのかな。それはやってみなくちゃわからないだろ。うん、つまりそいつを探すと。手がかりなしよ。どこから手をつける？最初に会った場所からが鉄則だろうね。わかった、戦場だな。